天気がいいので外で収録してます。ここから大念寺山のテレビ塔が見えます。ヘルニア日記を更新したいと思います。術後、20日経ったのかな、手術後20日経ちました。で、一昨日ちょっと自転車に乗りすぎたせいか、それはちょっとよくわかんないんですけど、まあ、4時間ぐらい、ロードバイク乗ってしまったせいもあって、ちょっと座骨神経痛が出てるかなっていう感じです。臀部と左側下肢ふくらはぎあたりにちょっとしびれがあるかな。歩く時もちょっとしびれが気になりますかね。で、手術前は座るとしびれはなくなってたんですけど、今は関係なくある感じですかね。まあ、これも回復過程なのかなっていう気がしてますけど、しびれが完全に取れてくれればいいかなと思います。まあ、他にもヘルニアで苦しんでらっしゃる方いらっしゃるようなので、まあ、こうやって、経過を残すことで、そういった方たちのお役に立てればなと思います。以上です。